高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するためには、地域住民による支え合いが必要です。地域コミュニティの意識が希薄化していると言われている中、小田原市では平成22年度にケアタウン構想がスタート。地域住民同士が支え合うケアタウンを目指す取り組みが各地域に広がっています。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力。82回目となる今回は、地域の高齢者などを対象に、ゴミ出しや家具の移動、食事作り、草むしりなど日常生活を支援している生活応援隊をご紹介します。高齢者や障害者を対象に介護保険制度に該当しないような日常生活での些細な困りごとに対応する有償ボランティアによるサービス事業として、現在市内5つの地区が取り組んでいる生活応援隊。今回は久野区民会館を拠点に生活支援サービスを行っている支え合い区のひまわりの会の活動にお邪魔しました。こちらの依頼はゴミ出し。実際に作業を行っているのはサポーターと呼ばれる皆さんです。今日はいつものことだけれども、ゴミ出しが主な仕事なんだけども、それに付随して灯油を入れたり、あとは食器を洗ったり、まあ少しでも人の助けになればねいいということと、区長さんは歩けないからさ、いろんなことやらなきゃいけない、何でもやってもらってさ、足が悪いか歩けないじゃん、8時になるとちゃんと来てくれいかんね。その点はいいわ。宇野さんがちゃんと来てくれるから助かりますよ。今度月曜日だ。ね。じゃあね、それまで何かあったら電話しようだ。じゃあね、グッバイ。久野地区では、この生活応援隊の活動を始めるにあたり、地域住民の皆さんにアンケート調査を行ったところ、200人以上の方がボランティアとして、生活支援事業をお手伝いできると回答。掃除や洗濯、草むしりなどお手伝いいただける仕事の内容と、実際にお手伝いできる曜日や時間帯などを調整し、現在はおよそ60人の方がサポーターとして登録されています。最近の集計ですと、ひまわりの会の活動で一番多いのはやっぱりゴミ出しです。それから買い物に代わりに行ってあげる。その次に多いのがお話し相手、それからお掃除とか片付け、それから外出する、病院へ行ったりとか買い物に行ったりとか、あるいは車椅子で出かける時のお手伝い、こんなものが多いですが、特にそれに限りません。普段困っていることが何でもありましたら、ひまわりの会に連絡してくだされば、できることはお手伝いできると思います。支え合い区のひまわりの会では、徐々に依頼数も増え、現在は月に50件ほどの生活支援サービスを実施。この日もゴミ出しのほか、草むしりの依頼もあり、こちらは3人のサポーターが作業に当たりました。まあね、お年寄りが喜んでいただければね、まあ、人生、私もこれで73だから、あとは喜ぶの人生ね。人の役に立てれば少しでもと思ってやってます。何か地区のために何かできないかなと思ってたところ、このお話を聞いてちょっと草むしりぐらいならできるかなと思ってお手伝いを始めました。気持ちがいいですね。何か一つやると喜んでもらえればね、だから自分のためかもしれないですね。健康のためとか、なんか自分のためになっていると思いますよね。依頼者とサポーターの架け橋的な役割を担っているのがコーディネーターの皆さんです。久野地区では小田原市社会福祉協議会が開催している地域福祉コーディネーターの研修会に参加した8人の方が、人と人を結びつけるコーディネーターとして活動しています。
まずですね、コーディネーターがお伺いして、いろんな聞き取り表に書いて、あ、この家は確かに、まあ、こういうことで困っていらっしゃるんだなっていうことが分かれば、すぐサポーターさんの手配をいたします。それぞれできる仕事の、私はゴミ出しができますよ、私はお掃除ができますよとか、いろいろ部別に作業分別がありますのでね。で、今の草むしりだったら草むしりをできる人のところに、電話をして依頼をします。まあ、とにかくね、依頼者さんとサポーターさんの信頼関係っていうんですかね、そういうものができてるので、私たちもコーディネーターとして本当に良かったなっていう、一番こうなんていうんですかね、依頼者さんの声を聞いてやりがいがあるというかね、本当にやっていて良かったなっていうことを思います。依頼者さんからの依頼も、もう安定的に月ごとに増えてくるような状況ですし、それに対するサポーターさんも延べ数にすると毎月かなりの数の方が手伝ってくださるっていうのは数字の上で毎月確認しているんですが、皆さんまた頑張ってね、ひまわりの会がずっと継続していったらいいなと、だから微力ながらお手伝いしようと思ってます。現在久野地区のほか、東富津地区、早川地区、佐川地区、足柄地区で生活応援隊事業を展開。すでにこうした活動が高齢者の命を救うことにつながった事例も発生しています。ゴミ出しの作業の中でですね、隊員がその、利用者の自宅に伺った時にですね、どうも様子が変だよと、いつも約束のですね、時間内に、自分の玄関先にですね、ゴミを出してくれるという話なんで、出してくれなかったよと、でトントンと叩いてもですね、返事がなかったと、そういうようなことでですね、民生委員立ち会いのもとにですね、その中に入ってみたらですね、かなり横になってですね、うなってきたと。じゃあこれは大変だということでですね、民生委員等ですね、救急車呼んでですね、一命を取り留めたというような、ね、エピソードもあったという話です。このように生活応援隊の活動は、一人暮らしの高齢者の見守りや安否確認といった面でも重要な役割を果たしています。この活動に最も早く取り組んでいるのは東富津地区。昨年度は新たに佐川地区、足柄地区が活動をスタートさせました。現在サポーターは80名程度ございます。それでご依頼の件数はですね、約もう1000件に達しているそうです。これは小田原福祉会さんの施設をお借りしまして、事務所兼、連絡所ということになっています。火曜日と金曜日の午前9時から11時半までなんですが、受付と、手続き等もできますので、ぜひおいでください。SK ひだまりは昨年の7月から活動を始めております。私どものところには123名のサポーターさんがいますので、地域の皆さんにとっても非常にこのお役に立てるものではないのかなと私自身は思っております。ぜひ利用していただきたいなと、こう思っております。遠慮なく申し込んでいただきたいと、こう思っております。足柄スマイルの会では、支え合い足柄を27年の11月からスタートしました。今後ますます高齢化の波が押し寄せてきます。少しでも困った方がいましたら、この支え合い足柄をご利用ください。ご連絡お待ちしております。高齢者の日常生活にはさまざまな困りごとが生じます。地域の困りごとは地域の力で解決したい、また住み慣れた場所で安心して暮らしてほしいという思いで誕生した地域住民による生活応援隊。地域全体で助け合い支え合う仕組みづくりの第一歩としてスタートし、今では地域になくてはならない存在となっています。ぜひこの活動を小田原市全体に広めていったらいいと思います。まだ少しの5つチームの地区ぐらいしか活動してませんけども、みんなの地区ができるようにこれから私たちも活動に協力していきたいと思います。よろしくお願いします。